はい、こんばんはです。八幡でございます。まあ、今回はねちょっと短めに、話そうかなと思ってます。内容は、カードの、修復についてです。で、まあ私なんかあの手の人たちをちょっとミュートにしてたんでちょっと追いついてなかったんですけど、なんかあの辺の人たちがなんか結構カードの修復についてなんかいろいろと発信していたらしくって、で遅ればせながらいろいろ見てみたんですけど、なんか普通に危ないことやってんなーって思ってます。で今なんか意味ありげにメガネ拭きとウェットティッシュと普通のティッシュを写してるんですけど、これは割と意味があると思ってもらってよくて、まあこれぐらいのものはね多分みんなやってると思うんですよ。私まあやるでしょこれは。だってねやるでしょ、うん、やると思うんですよこれぐらいのことは。で今話題になってるあの辺のやつって私的にはねなんかねまあどれぐらいバレるのかなとか、あとねなんか実際そのなんか修復したカードをなんか拡大して見てみたらみたいなのをねなんか上げてる人もいてね、まあそりゃそうなるだろうなっていう感じになってるんですよ。やっぱりそりゃそんなことしたらそうなるだろう。でもなんか銃取れちゃうよって PSA 銃取れちゃうんですって言ってるんですけど、まあやってみないとわからないよね確かに。でやってみてできるんだったらみんなやるよね。でみんなやってるうちになんかあれってなるよねきっとね、っていうぼんやりとした考えをなんとなく持ってて、なんでこっからはねだからね PSA がどうするかだと思ってて、ちなみになんだけど私ね実はちょっとだけやったことあるんです。でちょっとだけやった結果銃取れなかったんでもうすぐに、でちょっとだけっていうのはねなんかねあれなんですよ、この辺のものが原因なんですよ。たまたまできたかなって感じになったぐらいな感じ、うん、のことがちょっとあってなんかでなんで私的にはだからね それでその経験で取れないんだじゃあやめようって思ってるし、 やる気もなくてそのなんか万引きとかってなんかいろいろ使うやつね。でだってねあれ水でねなんかぐしゃってなってるわけだから、それは拡大したらなんかなってるだろうって思うし、ただ知識がないんだよね。そうあんまりなんか私その辺のこと紙なんですよカードってね。でまあなんか紙の知識ってでも私別になくて、こういったものがね、だからなんか印刷のこととかいろいろとねなんか詳しい人最近いるじゃないですかいっぱい、なんかそういうの詳しい人にねなんかカードの修復したらどんな感じでどんな感じですかってすごい聞きたいけど、まあ聞けないんで、知り合いでもなんでもない人たちばっかりなんで、ね、すごい人たちがね、まあ誰かがねなんかその辺のことを発信してほしいなって、なんかめっちゃ他力本願なことを言いながら今日はこれで終わります。お疲れ様です。ではまたバイバーイ。あと一応まあこのチャンネル、PSA 鑑定品をね、まあ、引き続き、まあ、スクーだかなんだかいろいろとやってます。まあだらだらと話したりね、まあ大枠ね、まあまあ、この発信続けていけばね、PSA 鑑定品は、まあ、なんとなくね救われなきゃいけないんだなっていうことはねこれからも発信し続けていって、でまああんなことやこんなことをすればなんとなく PSA 鑑定品の未来はいい感じになるんじゃないかなみたいなことはね、なんかみんなが思ってくれたらいいなって思ってます。 なんでまあ同じようになんか PSA 鑑定品がなんかいい感じになってほしいなって思ってる皆さん、引き続き、
チャンネル登録とか、あと評価とかしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、終わります。またねー。